河瀬に彼女できたらどうなんだろうね。いや別にどうもしないっすね。いやそのお笑い的にさ、あこっちに注いじゃうのか。今彼女いるんですけど。あら、あのお笑いに。お前何言わへんの。え言わへんかったよな、さっきまで。今全然なあ、ね、モテようとしてんの。えまだモテようとしてんのお前。あの日々のチケットノルマっていうの知らんのいやいや、お前びっくりしたわ。別に俺はお前そのビジュアルで稼いでるパーツ違うわけじゃないだろ、だって。やばい、菊池さん。やばいよね。物好きってもんがいるから。いやいや、物好きはお前椅子やばいわ。別に物お前マジで覚えとけ。じゃあ、じゃあ彼女さん、彼女さん、彼女さん、そうなっちゃうね。そうですよ。いや、そう関係ない。その彼女の話してた。怒んなよ、お前。怒んなよな。いや、怒るに値。こいつ、マジやばいわ。いつもミスる、お前は。お前は、やりますか。マネジメントするから。うるさいか、お前。彼女の好きなとこ言えよ、じゃあ。聞きたい、聞きたい。いつか言えよ。いつから付き合ってんの。いや、あの、1年ぐらい前です。結構やろ。結構じゃん。名前は。え名前。お前聞きたい、聞きたい。あだ名だけ教えて。おじさんとおばさんは若い頃見えない。あだ名教えろ。まだ聞くこといっぱいあるでしょ。あだ名、あだ名。全部聞かなきゃいけないことじゃん。彼女のあだ名はあれやろ。あくまであんだからね。聞きたい、聞きたいです。聞きたい、聞きたいじゃねえよ。出会いは、出会いは。俺以上にアーカイブ作んねん、俺は。出会いは、え出会い。出会い、客だよ。俺今日めっちゃ軽い気持ちで来てましたわ。うん、いいじゃん。村本さんの次だな。だから、うん、ウーマンラッシュアーは村本さんの次だわ。いやいやいや、全然違うよ。なんファンの方。えファンの方。ファンだよ。ええやん。いや、ファンだよ。ええ、いっぱいね、みんなもね、してるね。そう、でもまあまあまあ、別にいいやねん、これマジで。でもええやん、別に誰の彼女って悪いなんてことしようもない。そうよ、絶対ない。いや、お前それは要相談やぞ。無神経極まりない。はい、無神経の。このおじさん、お前結婚して子供産んだらずっと黙ってないから。え何年黙ったの。それに、何年黙ったと思ってたの、お前。そうです。それに比べりゃ、お前。だから、菊池さんはかばってくれよ。